アマガインパート29っつうことで、さ、じゃあまあやっていきましょうかね。やっていきましょうかね。やっていくよ。いるのかな、このオープニングのところで書いてるの。まあいやね、考えちゃい、考えたら負けだな。考えたら負け。いやー、中一日空いたのにな。中一日空いたのに、絵も用意せずで、なんというか。絵用意するの、体力いるんだよな、体力が。体力はねえわけじゃないんだけどね。まあ、基本的にめんどくせえってだけだな。おっと、あやついさんが1個だけしかない。1個だけしかないっていうか、あやついさんが蹴りかかってる。しかもパート29なんだね。なんか、20回ぐらいでささっとあるもんだと思った。もうほんと、こんな長いシリーズになろうとは。長いな。愉快なことはないかな。で、リホコが、この海洋のやつが見てただけか。大丈夫、まだ間に合う。まだ間に合う。あと3日ある。こっちも、またあと3日ある。こっちもまだ、あと3日ある。宿題を最後まで残してしまうタイプ。これは選ぶとなんか、ってことはないな。なんか開いたりとかそういうんじゃないな。まあ、で行こうか、これで行こうか。ほい。前回は、リホコのイベント2つだけだもんね。うん。リホコのイベント2つだけだし、あやちさんは出てこないし、というね。うん、でも今回は、剣、高橋剣じゃねえか。あの、あれなんかデジャブ感がすごいけど。俺たちの。デジャブ感すごいけど大丈夫か？巧みな偽装工作を。デジャブ感すごいけど。そしてよく理解してなかったけど、隠したお宝本を見つけたら勝ちってやつだな。隠すって言って隠さなかったらいいじゃん。そしたら勝ちでしょ。そうにこそ体育館のあれだろ、下駄箱の中だろ。よしよし、これで完璧だ。あれ、デジャブ感すごいけど大丈夫。ゲームとして眠くなっ、ちょっと名残惜しいな。もしも剣にお宝本見つかったっけ。あれ、前回山本マサだけだったっけ。マサだけだっけ。ちょっと脳に焼き付けておこう。それにしても今日やけに弾丸効いてるな。なんだか何、デジャブ感すごいけど。いや、もうだいぶ喉はいいんだよ。今のちょっとむせてしまったというか。いや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 。で、まだ寝てしまうのかよ。おい。あれ、やったぞ、このイベントはもうすでに。ペラ。まさにお宝と呼ぶにふさわしい内容だよな。飛び箱の中は予想以上に居心地がいいぞ。自宅の押し入れにいるみたいだ。いや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 、このイベントは、このイベントは2回前にやったぞ。これはいい本。グーグー。で、どうせやついさんが入ってくるんだろ、この倉庫に。でもやついさんは誰と会話するんだ。グーグー。かやかや。いつの間にか寝てたのか。欲望、性欲だな。あ、漢方か。これ全く同じイベントをさ、やった気がするんだけど、気のせいじゃないよな。ええ、いいですよ。いいですよ。では、ちょっと探してきますね。何を？嵐を探しに？まったく、ボールの空気入れなんかは教員が管理すればいいのに。裏が出てる、裏が。自画出てる。にしても、暑いわね。暖房が効きすぎてるんじゃないの？ジャージは脱いだ方が良さそうね。またか。ジャージを脱ぐ。それじゃまさかブルマにっていうか、ブルマにさ、情熱をかけすぎじゃないですかね。もうわかるよ俺。左と右でこう、アップしたりできるんだろ、知ってるよ。ブルマはこんな近くに。その、なんだろうな。ブルマってそんなに魅力的なものなんでしょうか。俺にはよくわからないです。そこはちょっと根も葉もないかもしれないけど、言わせてもらうよ。他のダム乗ってみようかな。
前は上の段見たんで今回は下の段見てみるか。前はっていうか、もしかして全員分これ用意されてんのかな。下があんまかわか太ももだーって、そんなに太もも、多分太ももってだけでそんなに、これだけ健康的で張りがあると逆に変な気持ちにさせられるような。少しでいいから触れて、これではまるで覗きじゃないか。完全に覗きなんだよな。もう空気入れなんてどこにあるのよ。イライラするわね。短気が物に当たったらいかん。しまった、吸い込よう。へえ、飛び箱の中か。変態が隠れるには最高の場所よね。あ、ガン、う、まさかやつじさんじゃ。これはまずいぞ。いや、僕の手には大事なお宝本が ここで見つかるわけにはさっさと出てきなさい。そんなにすぐよ、そんなにすぐ字を出して大丈夫なんですかいい根性してるのね。じゃあそろそろ本気で。本気で。この声、これですらどうしてこんなところに。それが実は。そっか、女子の体育を覗きに来たんだ。それで写真に撮って。あながち勝手に理由を。じゃあ何を。僕のお宝じゃなくてかくれんぼをしてたらつい寝ちゃって、気づいたら授業休み。おっと、そうか、 LINE は切っとかにはいけんな。デスクトップでも LINE ができるんですよ。必要じゃないわ。それで飛び箱の中から覗き行為をすることにしたのね変態。おっと、ゾクゾクするね。変態って言われるのはいいねだから違うってば、うん、まあいいわ、私は許してあげる。私は、あとは先生の前で言い訳してねちょっと待ってくれって、呼び止めろ。冗談に決まってるでしょ。冗談なのか。いいからおとなしくしてなさい、黙っていてあげるから。あら、助けてくれる。おとなしくしててって言ったの、あたしよろしい、その調子よ。あとは任せて。だいぶなんかあいつさんあれだな、キャラ変わったな。だいぶキャラ変わったなこのやつかそう、隠れてても僕じゃなかったとしても問題ないって感じだったな。何はともあれ助かったんだ、深く考えない方がいいんだ。いや、あのさ、お宝本をさ、とりあえずそのなんだろう、飛び箱のなんかこの隅っこの方に置いてさ、しれーっと出ていったらいいじゃん。別にさ、中におる間に見つかっちゃいけないってこともないだろう。謎のイベントだもんな。これでさ、特にこうなんだろう、中が進展したりというわけでもなくだもんな。謎のイベントだもん。覗いてブルマが見える程度のイベント。それで行こう。リホコの3つは海洋イベントだからまだしなくて大丈夫。長崎に久しぶりに会ってみましょう。久しぶりに宿題は最後まで残しておくタイプ。こんなことしとると、こんなことしとるとリホコのあの3つが、3つの海洋イベントができずに後々泣きを見るって。タラコの小銭入れが職員室に届きました。小当たりの生徒は職員室に来てください。タラコの、逆に恥ずかしくて取りに行けない。しかもタラコの小銭入れだなんて、僕と同じものを持ってる人が。うん、明らかに僕のだな偉いよな、この財布とか落としててもさ、信じちゃくれんぞ普通は。七咲、あ、なんて言えば、な、七、
知らぬ間に奈良崎に嫌われていたみたいな、そういう話か。特に関わりなかったもんな、この間。あら、落とし物ってあなたのものだったの？そうなんです。タラコの小銭。そうよ。でも小銭入れ程度、小銭入れ程度でも最後めんどくさそうだな。ちょっと待って。あ、一応あなたのものか確認するために中のものを言ってもらってもいいかしら。小銭が300円くらいと確かプラモのレシートが入ってます。うん。え、確かに。じゃあこれ渡すわよ。プラモ、いつ買ってたんだプラモ。最近の話だろ。私が受け取ったわけじゃないから誰かまではわからないけど、届けたのが奈良崎っていうことなの、多分。わざわざリチに、背の小さな水泳部員の子、奈良崎かもしれないな。今度会ったら礼ぐらい言っておくか。まあ、うん、偉いね。でもこれ野郎だったら多分そういうことをしようとしないだろうから、下心ありきだよな、きっとな。下心ありき。なんかいっぱい出てるな。でも大丈夫、ノープロブレム。これもここ選んでおいたらあれだけど、もう2日しかないから選んでおいていいけど。でもこっちだな。どこだろう、どこだろう、こっち、これか。ほいほいほい。お、やつじさんが高橋先生と話をしてると、ちょっと行ってみようかな。見るか。うん、今日はなんかサクサク進んでるぞ、サクサク。深刻そうな顔をして、どうしたんだ。ちょっと行ってみるか。ちょっと行ってみるか。すごい度胸だ。やつじさん。どうかしたんですか。ええ。うん？深刻そうだ。それが、大したことはないんだけど、ツリーの準備をしてた1年生が、怪我をし、大丈夫なの？怪我自体はね。怪我自体は。ということは他にも何か。ええ。今年からツリーの設置は、市の方で行うようにするって。別にいいんじゃね？残念だけど、決定事項らしいのよ。深刻に思えのことでもないじゃん。市の方でやってくれるなら別にやってもらえばいいんじゃねえかな。とりあえず対応は追って連絡するわ。こいつらできてるぜ、こいつら、こいつら。はい、できてやる。それじゃあね。こいつら、こいつら。そういう手を使うわけね。どういう手？先生方も知らないような小さな事故を建前にしてきてるのよ。よくわからん。死と対立しとるんか、この学校は。どうしたの、急に走り出すなんて。あ、やついさん。泣いとる。こんなのって。どんなの。まさかやついさんが泣くなんて。みんな頑張ってくれてるのよ。ほう。どうして、どうしてこんな風になるのよ。こんな風って言われてもな、説明してくれんと。そうだよな、怪我だって大したことないのにいきなり死が出てくるなんて。いや、死がやるっつんなら別に死に任せちゃいいんじゃねえのって気が。あー、めっちゃ藻が入ってる水槽に。めっちゃ藻に水槽が入ってる。これはきれいにしないと。コリドラス買わないと。コリドラス絶対に許さない。何を、コリドラスで。ええんだっけ。さ、長く水槽、もう、直接叩くわ。沼と、大和沼エビだっけ、あたり買ってもいいよ。でもね、タニシはおすすめしない。ええ、ガンプ抜きまでに。どういうことなんだ、なんだ急に、なんだかおかしなことになってきたな。ヘビが入ってる、これ、何これ。ちょ、あ、あ、何これ。気な臭くなってきやがった。ストーリーとしては面白いんだがな。うん、横に癒されに行ってこよう。
これどれを選んでも一緒だよな多分。海外イベントはプレッシャーかかんな。失敗したくないもん。失敗したくないっていうそういうプレッシャーかかる。なんかやつさんのよくわかんないからもうなんかね。ちょっとお話ししたいなって思うんだけどどうかな。ええよ。話でもするか。癒されるもんな。ちょっと書きにくいんだな紙がな。ちゃんと特徴捉えないと書けないんだよ。とりあえず世間話かな。近所の駄菓子屋に久しぶりに行ってみたんだけど、だるま屋。だるま屋、今でもだるばあちゃんが一人でやってるの？いまだにだるまーのままだって。だるばー、あのお店隣の小学校ではチェックって呼ばれてたんだって。へえ、なんでチェック？あ、カーテンがチェックからだ。だるばあちゃんはなんて呼ばれてたのかな。癒しだな、りほこは癒しだな。世間話2連ちゃん。世間話で話すことはまずない。あ、話せない。世間話で下がることはまずないと。これはエッチだろう。普通にパジャマだよ。普通にパジャマ。え、なんでがっかり？うん、色っぽい格好とかさ。夏なら多少は油断した格好で。え？え？あ、やっぱり今のなし。なんちゅう会話しようんじゃろうな、この二人は。もう旗から見てて付き合えよって感じだろうな、多分。これあともう2つ、3つ、ドシンバ3つうまくいったところで、こうこうこう入って、こうだとアタックに行けないんだろ、きっと。なんとか、難しいですね。世間話3連と、こんなことがあるんだね。どのくらいからが旅行だと思う？いや、日帰りでも旅行だよな。私にとっては、ご当地の美味しいものをその場で食べてこそ旅行って感じかな。なるほど。なるほどね。じゃあ例えば東京に出て行って一泊して食べてる料理が松屋弥生軒朝ごはんで、もう一度松屋昼でマックだと、これは旅行とは言えんって感じだな。なるほどね。どんなに遠くに行ってもそこの名物を食べないなんて旅行って呼べない気がするんだ。一理あるな、一理あるけど、期日南に遊びに行くだけでも名物です。でもさ、ちょっと旅行、その土地の名物、そうかな、そうかも。その時は好き嫌いをなくしてから旅行に行く。いい顔してる、いい顔。たあいのねえ会話だ。ただちょっとよし、世間話4連と言ってみるか。声が4連と。もし3億円があったら何か、本当に世間話だよな。3億円何の生産性もないけど、とりあえず部屋を可愛く改装したいかな。かなでこっちを見た、こっちに目が来た、無線が来た。今の部屋は和室だもんな。頑張って可愛くしてるんだけど、もともとの部屋がね。そうそう。すごい怒涛のオンプラッシュ。これがな、ここなんだけどさ、ね。だから1,2,3,4,5,6,7,8,9,9個だろ。最短でだ、全部のこれをやろうと思ったら最初のやつで5、今回で4当てて、完璧にいかないとダメなんだろうな。ムーって感じだな。運動どうせ入んないだろうけど、これはしょうがない。できれば違う話題の方が好きかな、なんて。なんて、次への布石っちゅうことだよね。下がりはしねえ。よし。あれ、もうこんな時間だ。次こそアタックを入れよう。次こそ。せっかく盛り上がってたのにね。残念だ。
また今度だ。そうだよね。それじゃあ先に帰るね。うん、ほんじゃ。お疲れ様、またね。リホコと離れたくねえな。あやついさんの方行くとトラブルに巻き込まれていきそうな気がして。でもな、トラブルに巻き込まれる方が話としては面白いよな。何もないその平坦なドライブみたいな、そんな何もない道を行くよりはね。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。よし、頑張ってね、ニーニー。日々積み重ねていきます、動画をね。うん、セーブしてないな最近。まあいいか、ずっと撮りっぱなしじゃないんだけど、あのパソコンつけ、パソコンじゃねえや、 PS2 を起動しっぱなしでセーブするのめんどくせえからって放置しちゃってやってる。よし、それじゃあもうここら辺だな。パート29でした。次もうパート30だぞ。パート30、パート30、40まで終わんのかこれ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 下手したら40超えるぞこれ。やけえな、気楽な、気軽にせ、気楽に、気軽に、気軽に、あの甘髪の実況やろうとか思ったらいかんね。一つのルートだけだったらどうせ、どうせまあせいぜい、せいぜいパート20。パート20都合何時間だろうな。1本20分として 20×20 秒、20分、400分、まあ6時間ぐらいであれば終わるかと思ったら大間違いだな。下手したら40いって12時間ぐらいやってるのか。12時間、 40×20、 800、 40×20、 800分、12×6、720、だから12時間ぐらいやってんだな、甘神な。うん、気楽に、気軽に始めちゃいかんっていうことを肝に銘じておこうか。それじゃあまあこんなところで、あ、浜神パート29でした。パート30で、パート30で終わりだしてみましょう。ね、このどうなっていくかはわからないけど。ほなまた。あ、ほい。このテレビつかんのかな。いや、もうや。